調子悪いな、チキシ。おはようございます。おはようございます。どうもです。朝からありがとうございます。おはようございます。おはようございます。警備。今日も天気いいね。まあまあ。腹はね、昨日まで調子悪かった。コブちゃん。今日は、昨日飲まなかったからな、夜な。だいぶ良くなったよ。いや、XJAPAN はやらねえっつんだよ。うるせえっつって言われて壁ドンされんべや。いな。えよ。じゃあおはよう。マスカルも。隣人いるのか。いや、普通いるだろ、朝だから。B の友達と数で立川の清流と茶巻きともめて丸本に取り調べ受けて闇医者で治療を受けた映画みたいな作り話の不中にも知り合い多数のイケイケ怪我にドブジル吹かし千人理事長げえよ長えよ。いやダメだって歌ったらまた変な通報とかされるんだから。隣の人だって夜の仕事やってるから夜はいないけどな。大阪人に、まあもう大阪人になったわけじゃねえけど、大阪来てから俺42ぐらいで来てるからな、大阪には。ああ、だから10年ぐらいじゃない。ああ、多分そんなもんだと思うよ。9年くらいかな。いいんだよ、伸ばしてよ。ああ。いいの。ふわっちは永久版なの？いや、多分そうだと思うよ。おそらくね、解除はないでしょ。不老者化していくよな。いいんだよ。あの、ちょっと変わってる風情がいいんだよ、俺は。大阪っていい？怖くないよ、全然大阪は。むしろあったかいよ、人は。みんな、どこ行っても声かけてくれるし。あんちゃん大阪ちゃうやろ、とか言って言われるよ。あ、わかります？そりゃわかるやろ。立ち飲み屋さんとかでな。声かけられるで。フレンドリー、フレンドリー。え、ちゃんまんが、俺が金があるわけねえじゃねえかよ。地球儀持って USJ の場所聞いたのね。あ、そういう人いるかもしんね。南はいるかもしんね。
難波とかあの辺だったら、グランド花月とかあの近所だったら、ああそう、別垢でよく入れたな。 IP で弾かれてなかったんだ。俺は入れないよ、もう入ることさえも無理だもん。うん、あの別の例えば携帯とかさ、パソコンじゃなくて携帯で入っても全部ダメ。うん、俺はダメだよ。うん、あのノーアカウントで行っても、うん、無理無理。ネカフェなんか俺が行くわけねえじゃねえかよ。うん、知名度調査をしてたな。もうやることがなくなってきてんだよ、経営さん。ほっときゃいいから。うん、結局自己配信だけで完結できないわけじゃん。結局人のことこうちょっといじったりとかもうないんだよ。ネタ切れなんじゃないの。いや、かといって俺もネタがあるかって言ったらさ、大してねえんだけど、うん、でもやっぱり配信者ってさ、結局自分のトークでやっていかないとさ、いつまでも続かねえべや。うん、なあ、おいちゃん別にそんなにさ、まあでもそうかな、俺もね、他人、その他の配信者のネタ探しはしてないよ。ジョニーさんがありがとうなど決まった、アダース、そんなの時矢さんさ、ジョーバンさんかな、時矢さんかな、どっちかな。俺だってそんなに年中ディスってないよ。向こうが言うから返してるだけだからね。うん、だけど基本的には俺そんな怒んねえじゃん。もう好きにやらしときゃいいよっつって言うだけじゃん。しずくいらっしゃい、いつもありがとう。へえ、デマ報道なの。まあ俺はあんまりプロレス俺興味ねえから関係ねえけどな。うん、俺さ、基本的に格闘技とかさ、興味ねえんだよ。起訴されるくらいディスってるがな。あー、でも日常的にその人のことを小馬鹿にして配信してないよ俺は。どっちかって言ったら自分の話題で話してるけどね。そんまね、でもモナカさん、俺だからしつこくされるのが嫌なのよ、モナカさん、わかる？いつまでもいつまでもこうギャン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 やられるのが、うん。いや、ホンデーモンチとって今ここで放送できてんじゃん。いや、店は3月いっぱいで終わりだから、あそこの店は。契約がね。うん。俺 O 型だよ、血液型は。うん。臨機応変、O 型です。はい。いや、とぼけんのってだってみんなそうだと思わない？うん、そんなに毎日カリ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 してないでしょ俺。うん、そうか、モナカさんは思わないのか。蚊がこの、ああ血液型でやっぱあんのか。俺でもそんなに蚊に食われねえけどな、ほら、渓流釣りやったりとかさ、山の中行ったりとかするじゃん。閉店するんか、3月いっぱいでね。うん。
三つけんでええで。おお、了解了解。パルパルはだってよ、もう別に、だって俺そんな深い付き合いがないもんだって。うん。そうそう、とうとうお店はなくなりますよ。うん。いや、分かったよ。こびないから大丈夫だよ。うん。翔太郎さん、いつもありがとう。おやす。ピスタチオさん。ピスタチオの引っ掛けそれ。まあいいけどよ。まあなんだかな。まあもう、なんか、なくなりゃなくなったでな。あとは、また考えりゃいいだけだから。よし、ありがとう、ハーフ。決まった。あら。もともとほら、俺、開けてなかった店だからな。そんなにな。ビューもおはよう。いや、出店予定はっつったって、ほら、先立つものがなければ。うん。で、またほらさ、店開けてもさ、またなんか、変なアンチに嫌がらせされたりどうせするからさ。ああ、別にスケルトンにしなくていいよ。全然。だって俺借りるときもスケルトンじゃなかったもん。店が。ヒロさん。いやー、唐揚げやもな、どうかなと思ってよ。うん。よし、ありがとう。いや、違うんだよ。黒門市場はシャッター街になってるけど、貸し店になってないんだよ。アナエルルさん。確かにシャッターみんな閉まってんだろ。あれ、カリッパーにしてんだよ、みんな。うん。あれはね、いつかまた、コロナが収束してインバウンド来た時に、そこ手放しちゃわないで、取っといてんだよ。待ってんだよ。うん。山田リティを部屋に止めて手間を狙ってる佐野知らねえよ。いや、リティなんか大騒ぎしたら俺んち泊まるとか言ってたで。うん。うん。ちょっかい出さないとか言って俺に聞かれたから死ねえよ、つって。カラテナントじゃないんだよ、だから。ただ閉めてるだけなんだよ。うん。いや、俺んとこには止まんなくていいよ。うん、だって、俺がさ、店をやってりゃね、俺はここにずっといるわけじゃねえから、いいんだけど、結局、ずっといることになっちゃうじゃんかよ。俺は。引きこもりおじさんなんだ。あざといんだよ。いいんだよ、女はよ。多少あざとくたってよ。別に俺は何されたって別にそんな文句言うわけじゃねえから。おでん鍋持って帰りましょう。おでんのあの機械ってこと？いらねえ、あれ。うん。あんなもん、だって家に持ってきたってどこ置くんだよ、めえよ。俺も、だって俺の部屋ってさ、めっちゃ狭えから、な、置きっぱねえよ。エリカさんおはよう。置きっぱねっちんだよ、おめえよ、うん。せいぜいグラスと灰皿と、あと、包丁とか、うん。ピグモン仕事、おはよう。いってらっしゃい。メルカリで売ればいい。いや、もういいよ、俺、そういうの。俺、そういうのあんまりやらない人だから。うん。この辺の家賃相場？その、家賃相場っていうのは、その、こういう住居の方？店舗の方？店舗はピンキリだぜ。
あ、でもあのおでんの機械はあれ結構いい値段するんだぜ。うん。住居はね、ワンルームっていうか 1LDK で、LDK じゃないか、ワンルームか。ワンルームで、まあ、7、8万じゃねえの？いや、だから別にグラスを売るつもりがあるわけじゃないんだよ。うん。おでんの機械って洗うのが大変そうですよね。ああ、でもそんなことはねえよ。うん。いや、段ボールに入ったまんまだから、もなか。グラスは、そのまんま。新品の状態で、箱詰めのまんまだから、灰皿も。だからそのままひょいっと持ってきちゃいいだけの話だからさ。いや、そのスペースは作るよ、どっかに。うん。それは作るよ、うん。まあ大変っていうか、まあでも、うん。のれんとか提灯は記念に部屋に飾ってもらう。ああ、もうああいうのいらねえ、全部。うん。提灯もいらねえ、置いてくつもり。うん。何にもいらねえよ。そんなん持って帰ってくるもんなんかねえよ、あそっから。下手にだってよ、そんなの持って帰ってきちゃうとよ、またずっとよ、気になんべや。もうやめるんだったらやめるでよ。うん。グラスだけはほら、リスナーが欲しいっていう人がいる人がいりゃ、またな。あるけど。そうそう。あとは、次にじゃあ俺が何しようかなって、どうしようかなとか。そっちだね。あっちの店のことがどうのこうのじゃなくて。東海道新幹線、名古屋の先は京都。で、その次が新大阪。のぞみでね。でも京都を泊まっても京都のからは30分ぐらいだよ。30分かかんないかな、京都から新大阪まで。うん。10分だっけ？東京から2時間半だからな。確か。そんなもんだったよな。俺あんまりほら、東京も行かないからさ。多分確か2時間半ぐらいだったと思うよ。2時間で名古屋ぐらいまでは着くんじゃねえの？もうちょい手前か。あ、もうちょい先か。ううん。前から止まんねえよ。あののぞみま。うん。127。だから、のぞみだったら、東京で、品川泊まるのか。で、新横、その次がもう、一気に、名古屋だろ。で、その次は京都で、新大阪だから。
他のはもっとか、あの、停車駅多いよ。例えば、新富士とかさ、小田原とかさ、静岡泊まってみたりとかさ。うん。そう。岐阜羽島とかね。うん。のぞみは、泊まる駅が少ないから。ああ、ボブちゃん、ザス。いつもありがとうございます。お世話になってます。もうさ、もう本当さ、それさ、営業妨害だよね、逆に言えばね。新大阪行けば、新大阪から30分ぐらいで、そこの駅だから、俺の一番近い駅。地下鉄で。新大阪乗り換えで、御堂筋線で30分かかんねえかな。ケイちゃんだけど、おめえ、旦那いいんだからダメだよ、会いに来ちゃう。うん、ゴリラありがとうがーの、決まった、アザース。6フィートいらっしゃい、いつもありがとう。旦那を連れてくの？だ、俺はだから、もう店はやんねえんだから。閉めっぱーだから。もう本当なんかね、その配信者がさ、佐野いじり、まあ、彼はしつこいのかな、ちょっとねちいよな、うん、オーナーの店に裁判の話を聞きに行くって何言ってんのか分かんないけど、別に俺裁判起こされてねえからな、うん、何考えてんのか知らねえけど。もうだから完全に小馬鹿にしてるよね。まあ付き合う気ないからいいんだけどね。うん、やっぱり下水やつだったなって思って。うん、俺早起きだよ。うん、いや倍返しなんかしないよ。ほっとくだけ。もうシカートシカート。うん。相手にしないだけ。うん。味しめちゃったんだな。佐野ネタやるとお金が入ってくるって。ウサギなんか飼ってんのかよ。俺はウサギ飼ったことねえからわかんねえや。うん。ちんちんありがとう。お疲れさん。いや、別にイラつくっていうか、ただ、ちょっとしつこいかなっていう感じ。うん。まあ俺が訴えないっていうの分かっててやってんだろう、何やったっていいって思ってな。変な話よ、ゴキブリが出るだろうなんだろうとかさ、あれだってお前変な話よ、嫌がらせだぜ。そうだろ。
話のネタは別にないよ。いや、俺は訴えられる方だからなって。別に俺は俺から訴える気なんか何もないし。それ俺めんどくさいことやらねえから。うん。待ちぼうけさん。で、俺が誰に訴えられんのよ。好きにしていいよって言ってんだから、俺は。だってマルコだって自分の放送で俺のこと言ってんじゃん。言ってこいじゃねえのかよ、それは。うん、だからそういう話は俺に振ってこなくていいよ、デコルテさん。うん。ごめんね。俺が話題に出せば出すほど相手が喜ぶのは分かってるから。結構です。はい。デコルテさんは、向こうのリスナーさんなんでしょ？だからこっちに来なくていいから。あちらさんの放送に行ってて楽しんでくださいよ。うん。いや、ポンプでも何でもいいんだけどね。おっと、ベジタブルコーナムル、決まった。あざす。ギャンさん、ありがとうございます。ありがとうございます。迷惑っていうか、別にほっときゃいいんじゃねえの。ただしつこいなぁって思ってるだけ。うん。怒んねえよ、俺今日は。うん。別に。ケチャ？いやいや、いいんだよ。おかわり取ってくるわ。うん。別に全然気にしないでいいよ。うん。オッケーオッケー。よいしょ。こんな朝だよ。よくやるわ。いいけどよ。サナちゃんもいろいろと周りがわさわさうるさくてなあ、あんたたち行くわよ。いいわね。ピピゆいさんおはよう。うん、ポンプでもなんでもいいよ。そうそう、別に普通にしてるよ、俺は。うん。その、なんていうの、佐野をちょっと揺さぶりたいだけでしょ。うん。アナさん、いらっしゃい。おはようさん。お、9時じゃん。ああ。だんだん地味に暖かくなってくるのかな、これ。大阪。もういい加減寒い日はねえめら。うん。おそらく。3月だもんな。もうだってよ、梅が咲いて、下手すらもうちょっとしたら桜が咲くんじゃねえか。桜も河津桜とかあっちは咲いてるもんな。早咲きの桜はな。